で、住所変更登記に必要な書類として、住民票が必要なんですね。で、住民票で、今の現住所、住所と、権利書上の住所を確認するんですけども、1回であれば住民票を取れば前回の住所って出てくるので、住民票だけでいいんですけども、例えば2回3回っていうふうに引っ越しを繰り返していると、住民票だけだとその先の住所を追えないんですね。権利書上の住所が A だとして、で、住民票上の住所が D だとして、で、権利書上の住所を D に合わせる必要があるんですが、そうすると普通の住民票を取るだけだと C までしか出ないんですよ。そういう時どうするかっていうと、必要な書類として戸籍の符票というものが必要です。で、戸籍の符票を取れば、今までの住所の移転の履歴が読めるので、戸籍の符票でこの A っていうのを、探すというか付き合わせて、住所変更登記を行うという形になりますので、普通は1回であれば住民票で OK なんですけども、何度も引っ越しをしている場合なんかは、戸籍の符票っていうものを取っていただく必要があります。